戦場城は、張馬国赤市郡にあった、日本の城で、赤市川川口の西側、赤市海峡に面した部分と赤市川の湿地帯に、築城された平城、水城でもある。この城の築城については二節ある。別所吉地下が林の城として築いた城と、高山右近が戦場城として築城した城とがある。林の城が一旦廃城となり、その後うが、 新たに築城し直したのではないかと考えられている。永六年間に、三木城主別所氏の市場となり、別所長春のおじ、別所吉地が築城したと言われている。この城の城下にある、常連寺に、別所吉地が本尊と伝わる観音像が、安置されている。その後、王谷日後守が城主となり、天正六年の三木合戦に、織田信長方の稲田種本に占領され、 天正八年に、八塚正勝に与えられ、伊駒正勝に城主が移り、天正十三年に一旦廃城となった。豊臣秀吉は、四国征伐で、長宗壁部元地下を下して、関白となり、大規模な国替えを実行することになる。天正の国替えと呼ばれている。この時の国替えで、赤子の利座に代わって、赤子軍を与えられた、高山右近は、 高槻城から一旦枝吉城に入城し、戦場城,城の築城と城下町の建設に取り掛かった。この時林の城をベースに改修した説と全く新しい城を築城した説がある。しかし、兵庫の城機構によると新しい資料が発掘でもされない限りは決着され、そうにないとしている。天正14年には、城と、 城下町は完成したのではないかと考えられている。高山右近は、武将で茶人で名畜城下でもあったが、キリシタン大名でもあった。高月城の周辺では領民のみならず、僧侶までもがキリシタンとなっていたため、赤市軍の寺院はなくなってしまうのではと、危機感を覚えた僧侶たちは、仏像を船に運んで秀吉の母おまんどころがいる、大阪で休状を訴えた。 この時の様子を、ルイス・フロイスの日本史によると秀吉は、ウコンは、領主として、そこで自由に振る舞って叱るべきであると取り合わず、仏像は天皇寺に移され、僧侶たちは、赤氏から追放されたと言われている。城内にあったと思われている、宝蔵寺は、空き家となり、教会として使用され外国人宣教師が数人、常駐していた。 郷土の城物語によると、高山右近が戦場城に在城中に2000名が、信者となったそうである。現在の本丸周辺の工作地赤市城の辰宮蔵、辰見櫓、戦場城の一区蔵と推定されている、戦場城は、水城でもあった。戦場川の川口部に港を築き、秀吉から、大船二層を与えられ、戦況市から、 瓶も含め、瀬戸内航路を利用して、堺に行き来する貿易船の中継港としても使用されていた。その後、ウコンは、天正15年に発令された、バテレン追放令によって、戦場上を追放されてしまった。築城後わずか2年間で退場したことになる。ウコンは、前田都市に迎え入れられ、築城家としての技術を見込まれ、日本城郭体系によると、 金沢城を集築し、高岡城、富山城を築城されたと言われている。また武将としての力量もあったらしく、前田氏の武将として、数多くの合戦に参加し多くの武功を挙げた。その後鎖国される前年、慶長19年のキリスト教禁止令によって、マニラに追放され翌慶長20年に没した。63歳であった。ウコンの追放後は、 秀吉の直轄領となり何人かの乗番が置かれたようである。文禄元年3月、非前名古屋城に向かう秀吉が戦場城,城に立ち寄ったと思われている。この時期城下町は東西にさらに拡張されたと考えられている。関ヶ原の戦いの後、針馬は姫路藩52万国が立藩、池田照正が領有することになり姫路城を居城とし、 領内に七カ所の城を所有し、戦場城,城は、市城としていた。その中で、池田照正の八万島正が城主となった。その後、慶長十三年には、照正の老いの吉幸が、明石軍の四万国で治めた。慶長二十年の大阪の陣で、大阪城が落城すると、江戸幕府は、一国一条例で、戦場城,城は、 市場としての機能は失ったと思われている。そして翌元那2年には、池田光つ正は、鳥取城に移動、代わって、小笠原忠ザが戦場城,城に入城し東張間に、赤市藩が新設された。元那5年に、赤市城を築城したため、戦場城は、廃城となった。ウコンが戦場城,城としてから33年後のことで、あった。 赤市場追記の際には建築部材に洗浄場の部材を使用したと言われている。現在はほとんどが宅地や農地になっている。農地の真ん中に小さな神社が建てられており、洗上場の説明看板も建てられている。近くの洗上西公園から本丸跡を眺めることができる。洗上場の推定上角部分、国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成現在の戦場場跡は、田んぼの真ん中に高さ3メートルの小さい台地にある、本丸跡、古城大明神の祠らが安置されているだけである。戦前はこの台地も、かなり広かったらしいが、急速に削られている。また戦場上の侍屋敷の長屋門と伝われている、ものが、小田屋長屋門が、 赤獅子指定文化財として残されている。当時の戦場城の様子は、天理図書館が所蔵している、慶長張間国絵図に、赤獅子城として記載があり、また、小笠原忠実一大覚書によると、大阪の役までの意向として、門、衛伝子がある。兵庫の白気候によると戦場城の天守は、二層の建物の上にボーを取り付けた三層の、 ものだったのではないかと推測している。洗浄場の案内看板洗浄場の堀跡洗浄場は周辺の開発に伴って何度か発掘調査が行われた。特に平成19年に明石市教育委員会が実施した発掘調査では武家屋敷と思われる遺構や時期を含めた遺物に専点が出土した。武家屋敷はとは 柱穴跡が2メートル間隔で南北に3棟、発掘された。また遺物に関しては、江戸時代初期の織部焼きや、唐津焼き、中国政治機、江戸時代中期の官営通報などが入った漢桶や、寺の文字が刻まれた瓦が出土した。これにより、明石市教育委員会では、廃場後も、寺が建設されるなど町として機能し続けていたのではないかと推測している。 兵庫健康式観光サイト兵庫ナビ戦場場公益社団法人兵庫観光本部2020年1月23日閲覧ありがとうございます。